最近聞いたある話ですごく驚愕したことがあって、それは何かっていうと、もう進化しようと思っている人はなんかたくさん行動したり一生懸命頑張ったり、その量で勝負しがちになるらしいんですよ。まあ自分がそうだなと思うんで言うんですけど、実は進化に必要なのは量じゃなくって、もうボタン1個でいいっていう話なんですよ。でボタン1個でいいってどういうことかってちょっと意味がわからないかと思うんで、少しずつ説明していきたいんで、まあ、安心してほしいんですけど、まずちょっとイメージしてほしいのが核のボタン、まあ、アメリカの大統領とかが持ってるとかっていう核ボタン、あれ押しちゃうともう世界が終わっちゃいますよね。でもボタン一つを押す作業っていうのはもう本当にちっちゃな、もうあーって気がついたらなんか手が滑っても押せて世界終わってしまうぐらいな、そのくらい強力なものを持ってる。そのくらいその強力かつ、まあ、ちっちゃな力でもそのくらい強力なパワフルな場所、ピンポイントな場所っていうのを見つければ、まあ、世界というか、まあ、あなたの世界が、見えている世界がパッと変わる、一瞬で違う世界に、違うステージに入ることができるっていう、そんな話を聞いたんですよ。ちょっとまだ意味が不明って感じだと思うんですけど、というのも人間はステージがたくさんあって、そのステージを一つ一つクリアしていくような、まあ行ったり来たりもできるらしいんですけど、まあそれが螺旋階段状にこうステージが上がっていくらしいんですね。でそのステージを上がっていくとき、まあ例えばゲームで言うと、ゲームで最終ボスとか、まあ、倒すと次のステージに入って、なんか武器とかも自分の見えてる世界も関わる人たち、まあ、絡んでくる敵たちもレベルもいろいろ違ったりしますけど、あんなイメージでこうステージごとに見えてる世界が違うらしいんですよ。でもこうステージ1にいる人はステージ2がどんな世界かも知らないし、ステージ2にいる世界、ステージ2の世界にいる自分にどんな力が必要なのか、どんなスキルが、どんな経験が必要なのかもわからないし、問題も解決できないと思うんです。でもステージ2をクリアした人にとってみれば、で3にいる人にとってみれば、2の人の課題っていうのはすごい見えやすい。あそこに敵がいるよとか、こういうふうに襲ってくるよとか、こういうふうに襲われた時にはこういうふうに守ったらいいよとか、ここに逃げ道があるよとか、出口はここだからねとか、全部知ってるわけですよ。でも1とか2とかステージの人は一生懸命それを自力で探そうとして、もう隅から隅まで全部探しそうとしたりする。だから時間もかかるし、たくさんこうエネルギーも行動も消費しますけど、結局もう出口って決まってんですよ。出口がどこか。でそのもう隠された出口、あ、ここをトン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 ってたくさん連打すると、なんか強力なあなたの命が倍になるアイテムゲットできるよみたいな、その場所も決まってんですよ。そのボタン、その場所、ピンポイントの場所を見つけることができれば、本当にわずかな力で、さっき言ったもう核ボタンをポンと押す、この指先のちょっとの圧力で世界が変わる。自分はそれに気がついてなかったなっていうことを気がつかせてもらったんですよね、この前。で、こう進化したい、成長したいと思っている人ほど、そのジレンマ、そのたくさん行動していろんなことをやって、これをトライして、あれをトライして、やっぱりダメだ、頭打ちだ、自分にはできないみたいに、まあ、思ってしまいがちなんですけど、実はすっごいこう隠されている扉っていうのに気づいてないだけ。なぜかっていうと、そこは自分の盲点、自分はそこは見たくないとか、自分はそれはちょっと選択したくないっていう、自分が避けてきてるところっていうのに、そのスイッチ、そのボタン、その隠し扉があるからだっていうことなんですよ。盲点になってるんです。そこにまさか自分の道があるとは、そこにまさか自分の出口があるとはって気づかない、気づきたくないというか、見たくないというか、なるほどなと思って。でじゃあ自分、まあステージをこういろいろ行き来したりできるようになるために、今の自分にとってどんなことがその盲点になってるかなっていうと、実はお金じゃないかなって思ってるんですよね。
なんでかっていうと、まあ、元宣教師とかっていうのもあって、まあ、製品とかっていうのが自分の理想だったりしたし、なんか神様の力っていうのを信じたいがために、その自分の力じゃなくって、本当にこれが御心ならばあなたやってよみたいな、その奇跡を見せてよ、自分はそれを見てるからっていうような、ちょっと傲慢というか、必要なものもスキルも経験もお金も全部与えてくれ、それを自分は見たいっていうような、そういうちょっとマインドがあったりするので、あの自分の力でお金を稼ぎたくないっていう思いでずっとあったんですよね。でかつ、そのお金がなくてもなんとかなる、その神様はなんとかしてくれるでしょみたいな、そんなところをちょっと信じている、信じたい気持ちが強すぎて、お金がなくても成功するはずだっていう、そういうすごく強い信念というか執着に縛られている自分がいるんですよ。なのでここを手放さないといけないなと思って、で最近実はすごい、まあ、自分にとっては感動的なあのストーリーがあったんですよ。まあ妻との関係なんですけど、これもしかしたら皆さんヒントになるかもしれないなと思うんで、またいつか何があったのか紹介したいなと思います。今日はこの辺りで、またチャオ。